田か茶島か船山か。船山がいった、決めてきました。先制はアウェーの千葉。船山の今シーズン2ゴール目、直接フリーキックで沈めていきました。見事なフリーキックでしたね、はい、そして歓喜のゆりかごダンス。これ見てなかったと思いますし、あのやっぱワンバウンドっていうのは多分タイミング相当つかみづらいんですよ、それで多分1個反応もっと上から出てくると思ったら、はい、意外と下に出てきて、やっぱハイボールなので、まあ、コースもいいですし、また甲府としては壁の作り方ですね、はい、千葉の選手の頭の上から出てきているので、はい、